小林千秋のブルーモノローグ。皆さんこんばんは、小林千秋です。この番組は冒険のような日常も自由気ままな休日も僕が感じたモノローグのような心の内をあなたと共有していく番組です。なあ、というわけでマンスリーテーマとかいろいろ、その千葉賞が来てくれてとか、あとはまあ沖縄にその3年越しに行けたりとか、結構いろんな話題が、ありつつですね。そういえば僕が年末年始何してたかっていう話してなかったなということを思い出したということで、これ最速で聞けるのが2月2日なんですけど、1ヶ月前の話を満を持してすぎるだろっていうね、そこまでしなくてもいい話なんですけど、まあしていけたらなと思いつつですね、まあそんな話もありつつ、あとね、こうメールがね、結構そんな いろんな話もあったりして結構溜まってきたので、今週は普通お高いと結構ゲリラ的に返させられる、まあ、みんながもう祭りだと騒ぎ立てるというねことで有名ですけれども、まあそんなねゲリラ的に、普通お高いもやっていきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。というわけで、時給は感想は感想つっちゃう時給は感想はハッシュタグブルーログをつけてポストしてください。それでは小林千秋のブルーモノログ最後までよろしくお願いします。小林千秋のブルーモノローグ。改めましてこんばんは、小林千秋です。2月に入ったんですよね。でもとはいえなんですけど、寒さ的にはどうなんですかね。先週沖縄行ったって話しましたけど、沖縄ね、最初着いた日25度でしたからね。夏だよね、もうね。まあ沖縄的にもこの1月でこのね気温は結構珍しいというか、例年的にはちょっとあったかいとは言ってましたけど、それでもやっぱり沖縄と本島というか東京全然違うなっていう気温差を感じてたけど、でも東京はどうなの、10度前後ですかね、この今のタイミングではなんですけど、僕が今話してるタイミングではそうなんですけど、2月入ったらどうなんだろうね、同じぐらいか、それとももうちょっと寒くなってんのかな。ちょっと最近のねこの気温感とか季節感みたいなのがちょっと読めなくなってきているので、2月入ってどうのっていうのはちょっと分かんないくはあるんですけど、まあとはいえ節分だったりバレンタインだったり、2月はイベントがいろいろあって、まあ岩月さん的ね、その月ごとの1軍2軍ランキングで言えば、まあほぼ1軍と言っても過言ではない、そのね、一軍入りもやぶさかではないといった2月ですけれども、まあなんでイベントもいろいろあるけど、まあ、やっぱりこの寒くなってきてちょっとね体調不良とかもぜひぜひ気をつけていただけたらなと思いますので、皆さんもね受験シーズンとかいろいろあるとは思いますが、息抜きとしてこのブログを聞いていただければなと思います。そしてまああれですよ、新年、まあ年末年始か、何してたかっつうと、まあ軽くねその話はしたと思うんですけど、千葉市を来た時にもその年末31はその FGO 特番見て、みんなとスカイプで見てでやりつつ、まあ年越しそば食べて、で年変わって実家帰ろうと思ったらおかんが風邪ひいちゃって、地元の神社に参拝したみたいな流れはあったんですけど、そのちょっと前にですね、まあボドゲ会を例年通りしましたね。ほんと、12月の、終わり頃にやって、まあ水中さんとかね、水中正明さんとかがいらっしゃって、で去年も来れなかったそのマウスに村上優也さんっていうね方がいるんですけど、その村上さんが去年来れなかったんですよ、ちょっとコロナになってしまって、でそれ残念だねっていうので、で今年もまあ村上さんも呼んでボードゲームすごい好きなんでやろうと思ったんですけど、ちょっと村上さんまたちょっと体調不良っていうことで、あ残念だなと思ってたんですけど、村上さんそもそも寿司食べれないっていうねこのボードゲ界の代名詞というか一番でかいイベントがやっぱ寿司ドラフトなんで、村上さんそれもしかしたら風邪と言って避けてくれているのかも、次から肉ドラフトにした方がいいかなみたいな会議もしたぐらいね、ちょっといろいろあったんですけど、でも本当ボードゲーム自体もまあ楽しくさせていただきつつ、まあ水中は寿司だから毎年やってるんだけど、その寿司ドラフト食べた後に水中さんってその年末年始にそのタイミングでしか寿司食わないらしくて、
なかなか、まあ一人暮らしだとね寿司食うタイミングもないかもしれないですけど、この寿司ドラフトで食った寿司がうますぎて毎年そこから4日ぐらい連続で寿司食べるんですけど、そのせいで一昨年の寿司ドラフトの後に4日間連続で貝類のやつをスーパーで買ったりしてたら、なんか食べ過ぎたせいか貝アレルギーに急になっちゃって1週間ぐらい熱出るみたいなことになってたんですけど、なんと今年もなってしまったらしくて、寿司ドラフトでうわ寿司うめえっていうのを1年ぶりに味わってしばらく寿司ばっか食ってたら本当に体調不良になってしまったってことがあったらしいので、まあ、みんながみんな当てはまるか分かんないですけど、やっぱ寿司めちゃくちゃうまいけど食べ過ぎるとね何も良くないんだなっていうのを、ね、思い知らされたっていうことありますけど、で寿司以外で言うとタルタルステーキをそのタイミングでじゃないかちょっとしてから初めて食べました。タルタルステーキってします？あそうユッケあるじゃないですか、まあ焼肉屋さんとかにある、まあちょっとその馬肉だったらまあ生だし、まあ牛だったらちょっとね炙ってみたいな感じで火をちゃんと通して、あとは卵とまあそのなんだろう韓国風というかちょっとピリ辛なのかなのソースと、タレかと海苔と混ぜてまあちょっと食べるっていうユッケがありますけど、そのタルタルステーキの方はフランスというかねそのまあ牛肉ないし馬肉同じなんですけど、お肉はをこの野菜玉ねぎとかまあオニオンとかね、あオニオン一緒やん、玉ねぎじゃんオニオンじゃない、ガーリックって言おうとした玉ねぎとかガーリックをこう一緒に混ぜて、まあなんか全然だから別物なんですけど見た目的にも、まあ卵乗ってたらちょっと似てるけど食べたけど、いやめちゃくちゃ美味しかったですね、まあ、肉好きとして一回食べたいなとは思ってたんですけど、ちょっと一発行ってきてさ、いやすごいなんか感動しましたね。なんかねでもその馬肉と牛肉の方食べたんですけど、馬肉の方がそのお店的にはそうガツンというかやっぱ生っていうのもありますけど、うんお肉食べてるっていう風味があって、牛の方はよりこのちょっとフランス料理っぽいというかちょっと上品でもう一個のこのもう芸術というかみたいな感じでこうキャビアみたいなのもね綺麗にちょっとずつ乗ったりしててすごい美味しかったんですけど、タルタルステーキでもねまだ食べたことないよって方もいるかもしれないんで、ちょっとこの新年だけど新年じゃないけどもはやのタイミングでちょっとお母さん新年だしタルタルステーキ食べに行こうよっていう、ね、話をぜひしてください。であとさらに言えるエピソードっていうか言えないエピソードあるんかいって話ですけど、としてはこの新年会をねまあアフレコごとに結構やってたんですけど、まあ行ける行けないはいろいろあったんですけど、もう中でも割と新人さんが多いその現場があって、で僕もそこで行かせていただいたんですけど、でまあちょっとその後も僕ちょっとその仕事があったので、まあ、新年会行ってちょっと1、2時間だけ飲んでちょっと次の仕事に行きますっていうところでまあ飲めなかったんですけど、だから仕事もあったしなんだけど、とりあえず顔を出してでその新人さんたちといろんな話してて、で僕はその僕が新人の頃は、まあ、いろんな先輩にそういう飲みの席ではやっぱもう出させてもらえなかったんですよ僕は、お金を。だから先輩方が全部出してくれるからでありがとうございますと、でだから今度僕が売れたら先輩にご馳走しますみたいなことを言うと、先輩がいや俺たちにはいいから後輩にしてあげてくれっていうことをみんな言ってくれるのよ、安本さんとかさみんな前野さんとかねその当時お世話になった人だから、あ俺もそうしようって思ってついに来たわと思って、このタイミングが来たか、しかも新年にって思って行ってさ財布開けたら4000円しか入ってなかったきちーと思ってあやばい4000円しかない、かといってもう この後も多分飲み続けるから、なんかね この分だけクレジットカードとかでね払ったとしてもまだまだこの後の分がねあるから、結局そこで出してもらうのかと思って、で4000円だとまあちょっとねそんな僕も食べてないし飲んでないから僕の分とちょっとプラス一人かぐらいかみたいな感じでさ、何なのみたいな、この絶妙な、せめて1万円ぐらいあったらねなんかちょっとカッコつけられたけど、これでお釣りは大丈夫だからちょっと多めにみたいな感じだけど、4000円ってギリ何こいつ自分の分だけ払っていったじゃんみたいな思われるじゃん。でもなんとかちょっと4000円しかなくてっていうのを出そうとしたんだけど
俺さ今財布クリアーケースなんですよ。だからマジで金ないやつみたいな、ごめんちょっと4000円でみたいな、もう後輩にマジで夢見させてやりたかった新年からきつい思いしながらさ、まあでもなんとかそこで4000円払って、ちょっと今度また行こうって言って、今度これマジでたまたまだからって、この財布もなんならたまたまだからみたいな、今だけだから勘違いしないでみたいなこと言って、これはちゃんと本当は財布あるっていうか買えるからみたいなこと言って、強がりながらさって帰ってったけどはいまあ大変な思いをした新年というか年末年始でしたね。あと映画なんかもいろいろ見ました。あのウィッシュ、ディズニー100周年映画ウィッシュ、めちゃくちゃなんかもう100周年にぴったりな作品でしたね。なんかそのまあヴィランというか悪役は一人いるんですけど、その悪役に対してこの主人公たち、まあ言ったらその悪役に対してはあんまり力のない能力のない人たちなんだけど、みんなで力を合わせてその人をこうやっつけるというかみたいな、だからなんかこう大人が楽しめる側面もありつつも、まあどちらかというともう老若男女問わずみんな楽しめるっていう風な作品になってたかなと思ってて、まあすごくでも面白かったですね。なんかこのあディズニー、今のディズニーがやりたいのってこういうことなんだなと思うし、あと結構このディズニー作品のオマージュみたいな、君たちはどう生きるかでさ、あの宮崎駿さんがこの過去作品のいろんなこの瞬間瞬間を切り取ったシーンとかあったけど、まあそれに近いものがちょっと見えたりとか、あここアラジンのあのシーンだなとか、マレフィセントのこのシーンだなとか、いろいろあったので、ぜひねディズニー好きな方とかにも見ていただきたいなと思いつつ、歌が本当にやっぱあと良かったですね。あとゲナゾ見に行ってきましたよ。ゲゲゲのあの謎、うん、あれすごいね話題になってましたし、いや見に行ったんですけど、あこれ人気の理由わかるわって思いましたね。もうほろろと泣きましたしね僕も。やっぱりいやすごい、なんかゲゲゲの鬼太郎ってそれこそまあ子供向けというか作品のイメージあったけど、結構本当にまあ大人向けにしっかり作られてるの、まあがっつりホラー描写とか、まあ、ちょっと苦手な方いるだろうなっていうちょっとグロテスクな描写とかもありつつも、まあでもなんか全体的にはすごいなんかアニメファンも楽しめるような、すごいちょうどいいこの2時間の映画ですごい見せたいところ詰まってるなというか、映画的にもすごい上手な作品だったなと思いますし、あのね目玉の親父が、まあ、イケメンで実は昔いたみたいな感じの設定はね、なんかもう僕も見させてはいただいてましたけど、実際に映画見ては確かにめちゃくちゃかっこいいし、関俊彦さんが声やってるんですけど、やっぱ関さんの声最高だなみたいなのもいろいろ見てきましたしみたいなところでいろいろあったんですけど、いやちょっと年末年始の話もうちょっとこんぐらいでいっかもうちょっとまだまだちょっと実はエピソードあるんですけど、メールなんといっても結構溜まっちゃってるんで、今回はもうさっきもね冒頭言いましたけど普通お高いとしましてガンガン読んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。では、まずはチャマからいただいたメールです。チャキさんスタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。冬季アニメ、ついに始まりましたね。ありがとうございます。そうなんです、始まりました。秋からの引き続き早々のフリーレン、ラグナック、リムゾン、そしてマッシュル第2期、新規アニメはチェリー魔法メタリックルージュと、さまざまなバリエーションの千秋さんのお芝居を聞くことができてとても幸せです。メタリックルージュは現時点ではまだ千秋さんの演じるキャラクター出てきてはいませんが、どのようなキャラクターなのかこれから楽しみです。千秋さんはご自身の出演作以外もチェックされていますか？またどのタイミングで見ていますか？私はとりあえず気になるものは片っ端から予約して、リアタイできるものはリアタイ、夜遅いものだと録画して朝ご飯を食べながら見るのが日課です。ありがとうございます。いいですね。あリアタイはでもやっぱり自分の出てる作品でもこの割とこの見れる時間帯のやつしかちょっとなかなかリアタイできてないっていうのが正直なところですね。まあだからフリーレンとかは割と23時台とかに放送してくれるんでギリその寝る前にやってますけど、まあどうしても2時とかだとね、2時3時とかだともう翌日起きる時間とか計算するとねほぼ寝れなくなっちゃって、その日の仕事、逆にその日がその作品のアフレコとかだと作品見てるせいでね声出なかったじゃちょっとしょうがないので、なかなかね見れなかったりもするんですけど、自分の作品以外だとやっぱなかなか、まあ映画とかネタ振りとかでドラマとかそういうのはちょこちょこ見ますけど、アニメは
それこそゲナゾーと、ウィッシュもアニメですけどとか、しか見れてないかな。窓際のトットちゃんとかね。だから劇場版は見てるけど、あんまりテレビアニメのは見れてないかもしれないですね。まあでも呪術廻戦とか、まあやっぱりその大きいタイトルというか、やっぱり話題になったやつはなるべく見て、どこが良かったんだろうみたいな研究がてら、見たりはしますけど、それぐらいかな。なかなか見るタイミングというか時間とか、まあやっぱ自分の作品で見るのを優先してるっていうのもありますけど、ないんですけど、でもこのチャマの見るこの方針はいいかもしれないね。夜遅いものだと録画して、朝ごはんもね、ルーティーン終わっちゃったから僕はもうバタバタモーニングしてるんで、朝ごはん優雅に食べながらなんか見るみたいな時間ないんですけど、できる方はね、こういう、ルーティーンで 見たらなんかこう作品の消化っていうやり方もねできると思うんで、ぜひぜひこのチャマのやり方真似してみてください。よろしくお願いします。では続きまして、チョコミントからいただきました。ありがとうございます。お正月っぽい料理や行事はしなかったんですが、数年ぶりにおしるこ過去お餅入りを食べました。お正月メールですね。いいですね。高校生の時にインスタで作れるのを食べた時に、あまりの甘さにもう食べないかなと思っていたんですが、兄がこしあんから、砂糖と塩を目分量で入れ、甘じょっぱい味にしてくれたおかげで、これなら食べれると思って、調子に乗って2杯食べたらむっちゃお腹が空かなくて夕飯を残してしまうくらいでした。千秋さん、おしるこ飲みますか？ありがとうございます。なるほど。まあだからこのちょっとあまりの甘さに食べないかなってちょっとおしるこ思ってたんだけど、甘じょっぱい感じにしたら食べれたっていう話ですけど、僕でも今年だから、まあ年末年始食べてないかな、おしるこは。まあおしるこ自体は別に全然好きですけど、あとなんか数年前かな、その神社とかその地元のね並んでるんですけど、毎回その時にこの自販機でおしるこやっぱ売ってるじゃないですか。あれやっぱ好きですね。なんか家でとかはさすがにもう作んなくなっちゃったし、まあ実家の頃は食べてたけどね。あの噛んで冬のね朝、それこそ朝昼の時にあの晴れ晴れしたところで寒い中で食うおしるこっていうのは僕がすごく好きでしたね。なんかそそられるんですよね、冬のおしるこってね。なんだろうね。いやー、お餅3つ入れてるらしいです。ちなみにチョコミントは何個入れます？何個でも入れていいよって言われたら、今岩月さん、今の岩月さんめっちゃ普通2つ2個もう本当に全国的に調査したら2個でしょうね、多分もうでもそうだよね、お餅。まああの丸いね、ちっちゃいお餅だったらね3個4個ぐらいいけるけど、普通のねあのサイズの餅だったらまあ2個が限度だよな。わかるわ、俺も2個かな、なんだかんだで。でも3つは結構いきますね。いやー美味しいんだよな、おしるこ。ありがとうございます。では続きまして、つゆいりちゃんからいただきました。ありがとうございます。千秋さん、こんばんは。こんばんは。この前日本で一番宇宙に近い島と言われている種子島に行ってきました。おお、種子島行ったことないな。宇宙センターなどがありとても楽しかったです。私が帰った1週間後はロケットの打ち上げがあったみたいで見れなかったのが少し残念でした。千秋さん、日本で一番がつくものや食べ物にまつわるエピソードありますか？ぜひ教えてください。ありがとうございます。日本で一番なんだろうね。富士山も登ったことないしな、スカイツリーぐらいかな登ったことあるのは。だからそれこそおかんが半年ぐらい前に東京来てくれたんですよ。その時に、スカイツリー連れてってあげましたね。でもそれぐらいかな。日本で一番の食べ物って、逆に日本一取ったとかねあるかな、なんとか。でもなんワインとか、だからワインはそうだ、最近飲みましたね。なんとかそのフランスのすごい名誉ある大会で、でもいっぱい大会あるから何をもってね1位かちょっと分かんないんだけど、最近ワインね結構好きで、あの中島よしきさんと、あのそれこそ先々週のイベントあったと思うんですけど、土日にワタチョコっていうね朗読劇が、それの土曜にノブさんとご飯食べて、日曜はよしきさんが車で送ってってくれて、でその帰りにこうちょっとご飯連れてってくれたんですけど、その時にまあイタリアンめちゃくちゃ美味しかったですね、そのワインが。
でもそれがそういう賞を取ってて、なんかそれまでって僕ワインの味あんま分かんなかったんですけど、もうなんかだんだん分かるようになってきましたし、あと赤も結構苦手というか結構酸味がとか、うん、強いなと思ってたんですけど、やっぱ料理と合わせると食べれるんだっていうことを最近知りましたね。いやでも種子島いいな、羨ましいな。ロボティクスノーツってね、アニメが確か種子島のねロボットをそういう作るところの話だったと思いますけど、まあだからそういう10年前とかはね、まだその自分の出演作とかもないから、アニメもその映画もいろいろこうまんべんなく見てたっていう時代ですから、その頃はいっぱい見てたから、その頃の作品とかはね記憶にいろいろありますかね。ありがとうございます。では続きまして、青いキリン。青いキリンいいな。青いキリン書きがちですよね、子供の頃。あのキリンって黄色いじゃないですか、黄色と茶色じゃないですか。青で書かないですか、キリン。みんな同じタイミングで首かしげてる。書かないかな。多分この子は多分書いてたってことですよね。一緒かな、青いキリンちゃん俺と。千秋くん、こんばんは。こんばんは。先日家でお酒を飲みました。お酒話続きまして、私は普段家でお酒を飲む習慣ないんですが、夜中にたしなむ柑橘系のお酒とお菓子は美味しくて罪の味がしました。あーいいね、またやりたいですと。千秋くんはまたやりたいと思う、ちょっと背徳的なことはありますか。ありがとうございます。あーいいですね。まあでもこれはもうだから深夜にカップラーメンとかでしょ、結局ね。夜食系でしょ。まああとはこの映画で結構この何山の中とかさ、でこう遭難しちゃったりとか、あとこうちょっと監禁されちゃってこうちょっと食べられないとか、あの贅沢なことできないとかのやつを見ながら酒を飲むみたいな。背徳だよね。そうそう、だからそういうさ、ロードムービーじゃないけど、そうサバイバル系とかさ、苦しんで島の中でこう閉じ込められて頑張ってさ、木の枝のこう果実キューって絞ってるのハッハッハって見ながらさ。悪い味方だけどね。いやみたい、背徳とはまた違う趣味かもしれないけどみたいなねとかしますけど、あーでもまあお酒普段飲まない方もね、このたまにねこういうのやるとね、なんかこういう大人の時間みたいに浸れるのはね面白いかもしれないですけど、お菓子とねこのお酒の相性みたいなのもいろいろありますからね。ブランデーとチョコはね、素晴らしいですから。続きまして、みつきからいただきました。ありがとうございます。最近急に気温が下がり寒くなりましたが、毎年この時期になるとマフラーの巻き方に迷います。1年前のことは忘れているので、マフラー巻き方と検索して今年はこれでいこうと決めています。フリーレンの片側、片方リボンな巻き方もめちゃくちゃ可愛いなと思いながらアニメ見てます。ありがとうございます。さすがに可愛すぎて私はできないですが、いやできるよみつきも。千秋くんはマフラー使いますか、どのような巻き方をしているか教えていただきたいです。ありがとうございます。あ、マフラーね、僕マフラーはつけてないですね、今年とか、ここ数ヶ月、今回の冬はつけてないですけど、どの巻きあれじゃないですか、プレーンな巻き方じゃないですか、多分この一周して輪っか作ってそこに通すみたいな、わかりますかね。あーそうそう、半分にしてそれをさらに首にかけて、でそれをキュッ、あれまあやっぱ俺的にはスピードもね、それが一番こうサッサッサッとできるし、まあ、首中心に温められるしみたいな感じですけど、まあいろんな確かに巻き方あるよね。あとその割と細長いやつだったらその巻き方いいけどさ、そのモコモコのさウール系とかだと、このボリュームあるやつだとさ、その巻き方だとちょっとやぼったいというか、だからちょっともっと下に垂らすやり方とかで、この多分マフラーを使い分けてこの巻き方もやってっていうのはあると思うんですよね。まあなんでマフラーの巻き方を一つ覚えれば、一個マフラーとか服を買うよりもお金を使わずにおしゃれを習得できるっていう素晴らしいことだと思いますよ。結構パンツとかさ、シャツとかだとなかなかね、着崩し方もねバリエーション少ないと思うんですけど、マフラーは結構結び方でねできますから、無限大ですといったところを話していたら、もう時間が来てしまったということで、意外とそんなには読めなかったかもしれないですけれども、まあ読めてよかったです。以上ふつおたでした。ありがとうございました。
送りしてきました小林千秋のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先はblue@joqr.net です。僕へのメッセージや質問、番組の感想のほか各コーナーへの投稿、そしてマンスリーテーマではハンバーガーにまつわる話を募集しています。番組のホームページでも紹介していますのでぜひチェックしてください。そして引き続きおすすめのアイス情報も募集していますのでよろしくお願いします。 YouTube の文化放送 A&G チャンネルではアーカイブを配信しています。放送後の翌週月曜日の19時に配信されますので何度でも楽しんじゃってください。その他の詳細は番組の公式 X でもお知らせしていますのでぜひフォローと合わせてチェックお願いします。番組ハッシュタグはカタカナでブルログです。また番組オリジナルグッズが文化放送 A&G ショップで通販受付中ですのでこちらもよろしくお願いします。それでは最後に僕からのお知らせを、早々のフリーレン、メタリックルージュ、チェリー魔法、マッシュル、ラグナクリムソン、転換至福と、続々とタイトル、1月版ありますので、見ていただけると幸いです。というわけで年末年始といえばあとおみくじですね、引かしていただきましたけども、その僕の地元じゃなくて今住んでるところの神社に行った時に引かしていただきましたが、吉でした。めちゃめちゃ普通もしかしたら今年は無難な一年になるかもしれませんけども、探し物は見つかるがなかなか出てこないとか、お金のその金策みたいのも、去年と同じみたいな感じとか普通でしたね。なのでぜひ、まあでもそれが一番だからね、何も起きないっていうことをぜひ皆さんもありがたく思っていただけたらなと思います。では最後は今夜の挨拶でお別れです。ちゃんまからいただきました。それではまた来週お会いしましょう。小林千秋でした。まだ2024年に慣れてなくてついつい2023年って書いちゃう。